今日は7月16日でございます。時間にして4時32分、まあ早朝の相場解説になりますけども、当然ですけども、私ここだけでトレードしてるわけではなくてですね、お昼の時間帯にエントリーしたりとか、夕方にエントリーしたりとかはあります。ただあまりね、そういうふうな時間帯でエントリーするところまで見せちゃうと、まあ一日中張り付いていないといけないっていう状態になりますので、まあ皆様にはね、相場解説の考え方をこの朝の時間に限ってお届けしています。そしてもう一つの理由があるのは、やっぱり多くの方は日中はお勤めになっていると思いますから、やっぱりね、時間的に早朝に1回1日のトレードのことを考えて、お昼に確認して、夕方には離脱する。これがね、やっぱり最初のトレードの、まあ、勉強というかね、経験の中では最も最適なんではないかなと思いますよね。もちろん時間になる時にしっかりやりたいっていうのはそれでいいと思いますが、日々コンスタントに自分のリズムとしてトレードをやっていこうと思うと、早朝に1回、お昼にちょっと見て、夕方にエグジットする。もしくはエントリーしないときは夕方に1日の振り返りをする。このぐらいのね、1日3回のチャートの確認というか見学っていうのがね、まあ最初のスタート時点ではいいんじゃないかなと思いますね。で、余裕が出てきたりとか、一定期間トレードに集中しようと思った場合は、午後の取引とかね、夕方の取引とか、あとは、まあ、深夜ですね、場合によっては。こういったところも公開していこうと思いますけども、まずはね、この1日1回のやり取りの中で、どう冷静に見ていかなくてはいけないのか、フォーメーションをいつ使うのか、この辺をしっかりと頭に叩き込んでいただきたいと思います。で、今回のフォーメーションは、N と W について昨日まとめていきましたよね。まあ、ですので、今日はそこをちょっとお話していこうかと思いますので、1日足の方からご覧ください。じゃあ1日足なんですけども、まずね、 N と W なんですけども、ここですよ。 N は、ね、陰線がこう来て、陽線がこう来て、でさらに陰線が下の方に出ていますよね。これが N なんですけども、 N をどのように見ていくかっていうと、ネックラインがここにありますね。このことですよ。これの箱の中のことを今言ってますからね。このネックラインを越えて、この陰線が下に行った場合はセルでエントリーするってことですよね。ね、ここ。ね、まだちょっと N を突破するには至ってないですよね。だから途中経過観察になります。その代わりこちらの上の方はきっちりと揃ってますね。うん。これがだからいい傾向です。N としては綺麗なものができてますんで、じゃあこっからね、突き破ったら、下の方への圧力がかなり強いかなっていうところなんで、かなり大きくセルの方に向かうことが考えられるかなってことですよね。もう一個 W は何だってことなんですよ。 W のことについてお話ししましょうか。 W なんですけども、こう下に行ったものがね、下に突き抜けるんではなくて、上の方に戻ったらどうなるかってことなんですけど、そうなると全体的にここに W が形づかれることになるでしょ。だから今度はここのネックラインを超えたら倍の方にエントリーすることを目指していくわけですよ。だからこのセルなのか、 N を書いてセルなのか、 W を書いて倍なのか、これを今見てるわけなんですよ。で、このフォーメーションに至るまでに今までの1週間があったってことなんで、全てはね、未来のためであり、過去から引き継いであるもので、もう連続してるってことなんですよ。で、この辺のことももう懐かしいですけども言いましたよね。 N が続いてブレイクして、どんどん買いで取っていきますよと。で、横ばいになっていって、横ばいってことは収束してるわけなんで、必ずブレイクが来るよと。ブレイクしたらそっちの方向についていきましょうつって、倍で大きく取りましたよね。そしてここで停滞した時にまた収束してブレイクするのはどっちかなって見ていきましたけども、今回のブレイクは下の方に触れたということで、今度ね、ダウントレンドが戻り売りを込みでこういうふうに取っていけたっていうストーリーが出てますよね。それからまた、反発して上昇した時にはギザギザと取っていくってことを申し上げました。本当にね、ずっと同じことを言ってるんですよ。で、今その同じことの一部がまたやってきたってことですからね。気がついてみたら何日も経ってますよね。これ日足ですからね。チャート1本が1日ですからね。じゃあ4時間の方見ていきましょう、はい。気になるっていうかね、考えなきゃいけないのはこの N ですよ。N が完成するのか、それとも W の方に向かうのかね。その2択、もしくは N でも W でもない少ない可能性の方に来て、今回の計画ご破産になるかってことですよね。まあ、今回 N と W って話しましたけども、必ず N になる、必ず W になるとも限りません。そうじゃない可能性もありますけども、非常に薄いと思います。そっちは
ただ薄いながらも可能性としてはあるんで、そちらの方もね警戒していく。 N でも W でもない場合はエントリーができないということになりますので、見るのも相場っていう1週間が出来上がるってことですよね。じゃあ1時間でどう取っていくのかってことになりますけども、さあぐーっと上昇してきたものが臨界点を超えて下がっていきました。このまんま N を作っていくのかなと思ったら、今若干上の方に上がってますよね。これ W を逆にしたような形ができてるわけですよ。しかしここにもネックラインがあるんで止まる可能性があるんですね。これが止まらずに突き抜けたら、この W を逆さまにしたものが完成するわけですから、 W は右辺が強いの右辺が強くなって、その勢いでここも突き破って、この W が完成したがゆえにですね、大きな一日足の N が完成するという流れができるというふうに呼んでいます。一日足の N のことっていうのはもうよろしいですね、説明したくてもね。このネックラインを越えて N に行こうってことなんですよ。だからここのこのですよ、逆にした W、 M が完成したら大きな時間軸では N が完成するというふうに踏んでいくということですね。はい、今回は N というフォーメーション、W というフォーメーションについてお話ししていました。分かりやすかったんじゃないかなと思います。分かりにくかったよって方はね、もうちょっと前からやり直してください。それでは本日は以上です。失礼します。